そう、光栄で支援攻撃ができるようになりそうな奴隷。お客様、お客様。強力な呪い虫で触れたものを燃やしてしまうんですよ。スキルポイントは希望通り手つかずだな。永久白魔法セイクリッドブレスなら可能でしょう。こんな呪い持ちじゃ誰も買い手がつきやしねえ。おい天使、あの子を売ってもらえるか。あら、ハーフエルフで確かに珍しいですし、まだ主人についたこともない。金はこれで足りるか。おい、早く出るんだ。今日からこの旦那がお前のご主人様だ。私を買ってくださりありがとうございます。エフィルと言います。でも私、呪いが生まれてすぐ売られたと聞いています。両親の顔すら知りません。私、もうこれ以上誰も傷つけたくないんです。俺を信じて。もう大丈夫だ。君はもう誰も呪いの炎で傷つけない。私のご主人様、ケルヴィン様。食事の後でいいから、この子の服を何か見繕ってもらえないかな。こんな可愛い子をこんな格好で食事なんてさせられないよ。お願いします。待たせたね、ケルちゃん。あの、ご主人様どうでしょうか。そのすごい綺麗だよ。よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。